店長のテリーです。はい、ホビー大好きラレット高野浩平です。はい、リワインド渋谷店スタッフのアルルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんがこの辺にいる今日は、はい。今日は来れないからね。はい。はい、ついに、サードシーズンが終わりました。最終回。最終回。そして、イーストジャパン用コンテストお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。初フリースタイルでね、本当にお疲れ様でした。はい。これからですね、これサードシーズンの最後の配信なんですけども、はい、なんと浩平さんのフリースタイルの完全版をお届けするイーストジャパンヨーヨーコンテスト当日、はい、ちょっとやっぱり失敗してしまった部分があって、はいはい、で本来の形で披露できなかったので、はいはい、そのちゃんと本来はこういう風にやりたかったんだよっていうのを皆さんにお届けしていきたいと思います。はい。ここまでのポイントがですね、今まで配信してきた中にたくさんあります。はいはい。遡ればフリースタイルをやるためのこういうポイントに気をつけようってのがたくさんあるので、多分参考にもなると思うので、ぜひそちらの方も遡ってみてください。はいはい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速みんな見ていきましょう。いくぜ。要チェック。ファイヤー。はい、というわけで、浩平さんのフリースタイル完全版ですよ。お届けしました。はい。そうですね。ミスなくこれがやりたかったんだっていうのが伝わってたら嬉しいですね。はい。はい。そう、冒頭でもあったと思うんですけども、過去の配信で、浩平さんのフリースタイル作りのポイントとかを約半年間かけて、いろいろ説明をしています。そう。フリースタイル、本当はね、全員にチャレンジしてほしいと、そんな難しくないんだと、まずは浩平さんの演技を真似をするところから。フリースタイル何やったらいいんだ、何やったらいいか分かんない人、ぜひもう俺のやつをまずコピーしてくれ。そうですね、まずコピーしてくれ。そこで音に合わせる楽しさとかそういうのが分かってくるはず。人前でパフォーマンスするとか、ヨーヨーの技をつなげていく楽しさとか、そういうのが分かるはずなの、俺のこのフリースタイルを見れば。皆さんもぜひ見て、ぜひ真似をしていただければなと思います。なんかめっちゃできるよっていう人は俺のやつをもっと発展させたバージョンとか見てみたいです。そうですね、この僕のやつを基本として、多分そこからなんかもうギューンみたいなのを見てみたいです。語彙力なのでそれもね、ぜひなんか浩平のヨーヨーチャレンジでツイッターで投稿していただけたら僕も見られるので、浩平のフリースタイルにチャレンジ。あ、そうですね。あ、確かにね、みんなやっぱりハッシュタグね作ってもらって、嬉しい。ぜひ皆さんチャレンジしてください。曲の番号は19番 R19、 バニッシュクロー、バニッシュクロー。はい、というわけでそれでということで、1年半皆さんお世話になりました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。もうちょうど卒業の時期なんでね。いや、まだです。まだやる。まだ続く。浩平のヨーヨーチャレンジはまだ続く。なんと、さあ、というわけで、今日でサードシーズンの配信が終了になるんですけども、なんと次からはフォースシーズンに突入します。4クール目ですよ。もう何やるかはですね、フォーシーズン第1回の時に発表をしていきたいと思います。めっちゃドキドキしますね。はい。でも実はフォースシーズン始める前にいろいろやりたいことがあるので、そっちもやりながらなので、ぜひ皆さん、ぜひ待ち構えていただければなと、はい、思います。今回の配信面白かったなと思う人はぜひ、チャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。コメント欄もたくさんお待ちしてますので、ぜひぜひコメントしてください。ツイッターでの感想とかをね、ぜひコメントの方に言ってください、というわけで、はい、本当にサードシーズンお疲れ様でした、はい、ありがとうございます。フォースシーズンも頑張るぞー。じゃあね、引き続き見てる皆さんも、はい、一緒にチャレンジできるようなコンテンツを目指して作っていきますので、引き続き公平のヨーヨーチャレンジ、フォースシーズンもご期待ください。そして応援ください。はい、最後はいつもの言葉で締めましょうか。はいはい、せーの、バイバイファイヤー。バイバイ。これだけ黄色い。フォースシーズンも楽しみにしてね。バイバイ。どうもー。はい。こっちか。そうだ。そう。それはないか。じゃあまあ。あ、ブランコからクレイジーズ。こっちのクレイジーズ。高さバインド。はい。え？片手バインド。片手バインド。回っていきたい。テッショが大変なところを下っ端がサポートしていくと。綺麗。ほんでこうぐるっと練習しましたね。イラハオくん。いやしましたけど、カレーが大好き豊川です。よろしくお願いします。リズムを取る練習をしたいと思います。はい、これラッキー目線。なくなっちゃった。でも皆さんにはなってスペシャルヨーヨーリューカラーのご紹介です。おおお、ありがとう。あ、これは得点にならないのか。バウンドコミに飛ぶの結構ね、投げてシートを送ったりとかね、テキストを送っていただいたりとか、そう、割とすぐこんなこっち側で読んでいこう。はい、ちょっと足パンパンの状態でこの状態で子供にお水ついたりとか、なんとなくポカーンと開いちゃう。そう、突っ込んでグッと引っ張るともう閉まる。で、何やったって緊張するじゃない。緊張するんですよ。実際にどうやって作ったか大解剖ってされる。最初にあえてかなり間を取ってからスタートしています。現在45回ノーミスが出る確率全然チームじゃん。それはい今回はやる。あ、ヨーヨーチャレンジ。それにやっぱもうすぐ宇宙が割れる。ありがとうございました。